はーい、ビカモリアットワイフです。今日、コルク付けしていく株は、ウィリンキー CV イエロームーンになります。こっちのコルクに付けたいと思います。結構肉厚の、しっかりしたコルクですけれども、こっちに付けていきたいと思います。こちらのね、親株の写真を見てみてください。どうぞ。はい、綺麗な株ですよね。こちらはですね、この一株だけ手に入ったものは、写真の親株の子株になります。で、このさっきの写真の親株の胞子栽培品が、こちらのイエロームーンになっています。まだね、ちょっとちっちゃめの株なんですけれども、こっちの株が胞子栽培品。こちらはですね、親株と、多分、一緒の波形になるんじゃないかと言われてるんですけれども、まだね、初めての胞子栽培なので、全く似るかどうかはちょっとまだ、わからないけど、多分似るんじゃないかなっていうふうに、聞いています。ではでは、こちらをね、今日はね、こっちの写真の、株分け品、小株の方を、一株だけ手に入ったので、コルクにつけていきたいと思います。最近コルク付けするときはですね、ヤシチップと、水苔を混ぜたものをベースにしているので、いつも通りやっていきたいと思います。少しね、これだと高さがありそうなので、もう少し削っていこうかな。よいしょ。あ、そうだ、しっかり見せてなかった。こっちがね、一株だけ手に入った小株でーす。じゃん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 。じゃーん。これ以上近寄れない。こんな感じの株です。まだね、胞子葉が、しばらく胞子葉かな。次のもの、ちっちゃい、もう新芽が出てきてるけど、まだね、ちっちゃすぎて、貯水かどうかはわかりません。もう1でつけていこうかな。これで。よいしょ。よし。ちょっと混ぜ混ぜしたやつをですね。こんな感じで、ヤシチップと、ちょっと水苔を混ぜ混ぜして、この混ぜる配分はね、かなり適当です。適当にやっていますが。で、周りに。高さはね、それなりにあるので、そこまで高さ出しはしないで、やっていきましょう。あ、2画面にしなきゃ。よいしょ。あ、えいと。さっきのね、こっちの見えてたお花はですね、母の日用に、パパからね、いただいたお花です。すごい可愛くてね、嬉しかったです。毎年ね、お花をもらってるかも。よし、こんな感じで、つけていってますね。で、あとはね、ちょっと、一番外側には水苔だけで、ボロボロしないようにね、しようかな。ちょっとキュッと、キュッとして、にぎにぎをして、糸を巻いていきましょう。ちょっと下すぎたかな。このあたりで。はい、巻いていきましょう。珍しく転がっていきましたね。
なんかダイソーとあのミシン糸がもう販売されなくなるってことで、ちょいちょいね、ミシン糸を大量に買い占めるツイッターとかインスタが上がってますが、私はですね、いつもあの、同じ釣り糸を使ってるんですけれども、時々ね、あの、何使ってるんですかって言われるんですけど、あの、漁業用最強力テグススーパーローの2号っていうのを使ってるんですけども、ずっとこれを使い続けてるのでね、逆に今、あの、ミシン糸とか使えないかも。手に慣れてしまって。なんか、結構ね、あの、売ってるところにはまだね、沖縄では買い占めてる人がいないのか、最近見かけたんですよね、ミシン糸。なんですけど、あの、今度、内地の方だとね、もう、あの、見つけたら買ってる、買い占めてる、占めないと、売ってないのかな？普通に売ってたんですよね、最近。こんな感じで、結構ね、あの、成長点のね、周りは、割と平らめで、あの、巻いてるんですよね。なんか、私も板付け最初にしてた時は、結構ね、成長点の周りまでこう、とんがるように板付けしてたんですけど、あの、そうするとね、貯水がね、どんどんとんがった形になっていくので、しばらく育てて、貯水が何枚か巻いた後のデザインを想像すると、あんまりね、最初からね、とんがらせずに、こういう風にね、成長点の周りはね、割と平らめで、ぷっくりしていく付け方を最近はしています。まあ、1枚巻けばね、そう、とんがって巻くとね、1枚巻けばもう、結構綺麗な丸になるけど、2枚、3枚とね、巻いていくと、結構とんがりすぎていっちゃうかなと思って、それでね、少し、あの、なだらかな丘を作ってる感じで作ってますね。で、こうやってね、胞子葉だけあるやつは少しね、こう振ってみて、あの、成長点がね、ぐらついてないかね、確かめながら板付けしてもらいたいなと思います。ぐらつくとね、根張りが悪くなるので、その辺をね、気をつけて板付けをしています。なんか今日はね、梅雨が明けたのかと思うぐらいのカラッとした天気で、沖縄はね、なんか一説によるとゴールデンウィーク前に結構雨だったんですよ。でもほら、観光地だからゴールデンウィーク前に梅雨入りしましたっていうと、あの観光地のあまり良くないから、観光客は来てくれないからっていう理由で、本当なのかどうかわかんないけど、あの、梅雨入りしましたって言わないんですけど、ゴールデンウィークの前あたりぐらいがね、一番梅雨入りしてるような感じが。今日とかすごいカラッとしてるんですけど、ゴールデンウィーク明けからいつもね、梅雨入りですって言うけどね、ゴールデンウィーク明けてからだいぶ晴れてるけどなと思いながら。どうなんだろうね、そういうところ。もう、だんだん灼熱の太陽を感じてきますけど、6月に入ったらすごい暑くなるでしょうね。いつもね、小学校まで、最近はね、20分ぐらいで着くかな。最初は息子が歩くのが遅すぎて、小学校までね、25分ぐらいかかってたんですけど、最近20分ぐらいで多分着いてるのかな。歩いて送ってあげて、昨日ね、ちょっとね、水筒を車に忘れちゃって、引き返したら、あの、今ね、新しい新居の方の
住所で通う予定の、小学校まで送ってるので、一回車でね、15分くらい、20分くらいかな、走らせて、その後徒歩で小学校に行ってんで、トータルね、結構ね、1時間近く歩く、移動にかかってるんですけど、小学校に着くまでに。で、車の中にですね、水筒忘れちゃって、私だけ引き返してね、息子にね、あとはまっすぐだからってことで、行かせたら、なんか一人で行けたことがすごい、嬉しかったみたいで、今日ね、ママついてこなくていいよって言われて、ママついてきたいんですけど、と思いながら、途中でね、まっすぐな道になるところまで途中で引き返したんですけどね、成長を感じたけど、ちょっとママは一緒に歩きたかったのに朝と思いながら、でもまあこっからの季節ね、めちゃくちゃ暑くなるので、まあいいかと思ってね、ママせっかく運動できていいなと思ってたけど、息子はね、一人で行けるからって言われちゃって、ああ、お母さんしてたのにと思って少し寂しく感じましたけど、息子の成長も感じながら、寂しさも感じる今日の朝でしたけど、そうやって大きくなるんですね、子供って。でもそれでもね、朝ね、うち寝室が2階にあるんですけど、もう、抱っこして下ろしてほしいとかね、1階まで。結構朝、ぐずぐず、寝起きはね、あんまり良くないので、そんなに悪い方でもないけど、日曜日に仮面ライダーが、土曜日にポケモン、日曜日に仮面ライダーのテレビがあるので、その時はすごいご機嫌に起きてくるけど、平日全然ぐずぐずして起きてくるのでね。朝から泣いたりするから、まだまだ子供だなと思ってた今日の朝。一人で行けるからと言われてしまって。まあ、でもこれでいいんですよね。なんか多分うちの幼稚園は基本的に遠いところから来る人が多かったので、結構送ることに慣れてるんですけど、だから同じ幼稚園のお母さんは一緒に送ってたかな、まだ。今日から私はもう朝送れなくなったんで、帰り、迎えに行った時に一緒に歩く。帰りも3時ぐらいなんでね、結構暑いんですけど、でも、何があったのとかって言っても、楽しいことは言ってくれるけど、悲しいことは言いたくないって言われたんですよね。どんな悲しいことがあったのか、そっちの方が気になっちゃうけど。まあ、言いたくないんだったらしょうがないねって思ったんですけどね。悲しいことは思い出したら、また悲しくなっちゃうから言いたくないんですって。ママは聞きたいのに。そういうもんですかね。こっちゃんはこっちゃんで、幼稚園に行くまでの道のりすべて競争しようとするので、どっちが早いかって言って朝からね。朝も帰りも、走ってるんですけど、元気いっぱい。まだね、一回も、保育園の時は結構送り出す時に、ママがいいって泣いてたんですけど、まあ泣くって言っても、引き渡して1分も泣いてないですよ、お母さんって言われたんですけど。結構そうだったのに、幼稚園ではね、もう、幼稚園では泣かないからって言って、結構カラッとしていくんですけど、一瞬はね、なんかこう、ママがいいみたいな感じで抱きついてくるけど、ほら、頑張ってとかって言うと、行ってきますみたいな感じで、言ってくれるので、頼もしい、ココちゃんですね。これで完成でいいかな。はーい、完成でーす。こんな感じで出来上がりました。親株のね、写真もね、ちょっと細場ですごい可愛かったので、よかったらチェックしてみてください。今日かな？今日からヤフオクに出ると思うので、あとはこっちのちっちゃい方も出ますので、よかったら見てみてください。ではでは、またねー。バイバーイ。またではでは言ってしまった。